今月のお題は春のカジュアルスタイルです。今ぐらいからゴールデンウィークまではちょっとね寒い日もありますけど、3月もなったら春物いち早く取り入れていただきたいなというふうに思ってます。今日もね素晴らしい師範代4名迎えておりますので、どうぞお楽しみに。今日はエンジニアドガーメンツのセットアップですね。僕ねこれカジュアルもののセットアップで買う癖があって、こういうのだったらこうバラして着られるからいいかなと思ってて、もう実はこれもう10年ぐらい着てて、初期の頃 のエンジニアドガーメンツでタグもねだから昔のがついてるんです。今日はね黒をポイントにねちょっと締めてみました。で帽子はいつものトライア帽子店、春夏用にしたので、ジャージーですね。でねこのネクタイエイポック見てください。こんなバカどうしてこういうことをするのかなと思うんですけどね。シャツは、ブルックスの定番の BD シャツ、日本上陸25周年のリミテッドエディションなんで、これはねもう買えないですね。ボタンダウン嫌いじゃないんだけど、ボタン、ね、外したくなるんですよ。で外すとビヨーンとなっちゃうから、そこをこうカラーピンにひょいっとこう止めるのが、好きですね。ベルトは、これねシャルベなんです。これシャルベのこういうゴム調のこのベルト、靴はサドルなんですけど、テストーニ4年ぐらい前になるかな、これ意外にね履きやすくてやっぱいいんですよ。テストーニシルエットもこうスッとしてていいので、やっぱりちょっとアメリカのサドルとちょっと違う雰囲気で気に入ってまして、時計はいつも のハミルトンカーキのブラックフェイス、ベルトはねナトーベルトにしてますけど、今日ねハンカチこれポケットチーフ化にさせてます。これね、ミルクボーイ展示会かなんかのノベルティでいただいたやつで、柄が可愛くてねこう色がほら白黒で今日合ってるかなと思って、ちなみに20年ぐらい前のものですね。以上です。はい、師範代を紹介します。 K さんです。 K さんを知らないって言ったらもうファッション業界じゃ潜りですよ今はあれですね、 K スタンダードスタイルっていう、はい、K スタンダードスタイル代表の K です。 K さんですね、よろしくお願いします。で、K さんは今それで、結構ご自分のブログとかもされてて、うん、ファッションブログもね、そうそう、まあブログってまだいかないんだけど、動画をまだほら年も年だからボケないようにいやいやいや、何でしょうそれなりに勉強して磨いておかないと、ね、いや錆びないようにとんでもない。それで今後あれですね、その K スタンダードスタイルでいろいろ展開をお考えになられてるって感じですね。まあ、時代も時代だし年も年だから大きいことは言えませんけどいやいやいや、まあ、なんか面白いことしたいなと思います。ぜひ、はい、楽しみにしてます。すいません、今日は、春のカジュアルスタイルってことですけど、今朝の場合あれですよね、カジュアルつったってネクタイ必要ですね。で、まあ、別にネクタイにこだわんないんだけど、はい、僕の言葉にカジュアルっていうのはないんですよね。あまりそういうカジュアルとか、うん、ドレスとかっていう発想もなくて、そこの場にどう格好つけるかということと、はい、人と会う時の格好どうするかと、はい、一人の時はどう格好とか、そういうことで、なるほど、だからカジュアルという意味は僕一人の時の格好という、なるほどなるほど、そういう意味かなと、なるほど、ね、捉えました。なるほどね、わかりました。ジャケットはどちらで、まあ、古いジャケットだね、5年ほど前のあのインジアガーメント、あ、ギャギャお揃いでした。あ、そうで、スウェットシャツがトレーナーですね。まあ、これは古いあのどっかイギリスで買った半袖の、ね、半袖なんですね。今日のテーマはね、まあ、あの一言で言うと、テネット・アイビー。テネット・アイビー、テネットという映画あったでしょ、はいはい、時間と場所を飛び越える。僕はグレーのパンツ、ドレスパンツ、これが僕にとってはカジュアルです、でいわゆるスニーカーとキャップに、ニューヨークのストリートものを持ってくる。そして、こうやってニューヨークのストリートブランドのバッグを持って、それでいわゆるアイビーにニューヨークストリートをぶちかけてテネットアイビーなるほどなるほどですね、はあ、シャツは BD、 BD タブですね、まあ、自分のオリジナルだよ、はい、やっぱりタブは外さないとダメですね。タブはこういう感じで着てるのは普通です。そうですね、あ、でもよく見るとあのシャツはクレディストライプなんですよ。ああ、そうね、別にこれは狙ったわけじゃなくてこれしかなかった今。パンツはいつものお気に入りがあるんですか。まあ、グレーの、この普通のウステッドのグレー、これはサマーのね、白ソックスにバンズのスニーカー合わせて、でこれはエニシングのキャップね、ニューヨークのね。なるほどね、だからサーファーブランドだね。
あ、サーファー、スケボーブランドだね。なるほどね。いやいや、で黄色のペンですね、何気に。あ、まあこれはね、しょっちゅうね、ケイさんでもあれですよね、あのやっぱりスタイルのそのエレメントとして映画のあれは欠かせないですよね。うん、そうね。机の周りはもう映画のポスターばっかで、あれがやっぱりもう。いや、というか、今はほら参考になるスタイルってないから、僕にとっては。はい、だから、はい、60年代、70年代の映画が、僕にとっての、はい、いわゆる教科書ですね。ですから何回も見直して、はい、そういうことになります。なるほどね、素晴らしい。どうもありがとうございます、忙しいところ。とんでもないです。はい、次の市販台を紹介します。メンズ EX の副編集長、はい、内田さやかさんです。よろしくお願いします。こんにちは。皆さんご存知の方も多いですよね。うちーちゃんはうちの道場の担当でしたからね。懐かしい。ファンもいるんだから結構。いやいや、本当ですか。いやいやいや、聞いたことない。広島の人から、その東北の人からファンも多くて、ね、でも面白い連載でね、はい、いや、もう皆さんにお会いできて楽しかったです。そのお客さんがね、まだ見てるんで、きっとね、あ、うちーだとかして喜んでる人もいると思うんですけど、楽しみです。それで今日の、スタイリング、あ、その前にあれね、はい、現在好評発売中、はい、メンズ EX の1、2、3月号、ちょっと発行形態が変わりまして、今年から年紙は4回の刊行と、うん、あとは毎月電子版で、うん、ご覧いただける。なるほどなるほど、はい、でこれが新しい、はい、こちらムック本なんですけれども、まあ、スーツとか、あとビジネスカジュアルの、うん、ルールやセオリー、あとは応用編までを網羅した、うん、装いルールブックというのを1月の25日に発売しております。今あれだよね、あのテレワークになってるから、こういうルールブックね、きちんと見てもらえないと。そうですね。ひでえ格好の人がまた増えてきちゃったからね。改めて教科書として。そうなんだよね。はい、きちんと見て勉強してる、はい。じゃあ今日のスタイリングの説明。今日のテーマは、はい、春のカジュアルスタイル。どんな感じになりましたか。はい、今日はですね、私モノトーンが実は好きで、ほうほう、黒あと白をとにかく着たいっていうのがあるんですけれども、で一つベースになったのがこの白シャツなんですけれども、うんうん、あのこれはもうデザインを見て一目惚れして買いました、うん、なんか結構ディテールが凝ってるんだよね。そうなんです、ね、結構よく見るといろんなところにこうポケットがあったりとか、まあ、これだとあれだよね、アウトにしてこうアウターっぽく着るシャツとしてすごくいいよね。そうですね、うん、そうですね。あとスタンドカラーのあれだな、ボタンが2つあるところがいいね、はい、なんとなくディテールでね。あとこのこれがエンジニアドガーメンツらしい。そうなんです。これはエンジニアドガーメンツのメンズの、うん、小さいサイズを買いました。ちょうどいいね、でもね、はい、あの大きいんだよね、エンジニアドガーメンツってアメリカで売ってるぐらいだから大きいです。もう、ね、でも袖ももうそのままで着てるんです。でもなんか全然なんかすんげえオーバーサイズですよみたいな感じでもないし、あ、本当ちょうどいい感じ。パンツが、はい、パンツがですね、 TT トリの、 あのレディースなんですけど、はいはい、の2年間のパンツなんですね。それにしちゃシワになってないね。そうです ね、ちょっとこの辺がシワになってきてるんですけど、ね、だけど両肩があるからシワ、あのリネンの、はい、下に重心が落ちるから綺麗だね、シルエットが、ね、そうですね、綺麗なペグトップね、はい、なるほど。でこれドローコードなんで、実は、あ、あのじゃあすごくゆったり着られるんですけども、でポイントのスカーフが、それはもう見るからにピエール・ルイ・マシアル、はい、ピエール・ルイ・マシアのこの派手な色柄がもう大好きで、毎年何枚か買い足しているんですけども、これを巻いてちょっと全体にオーバーサイズなので、ポイントは上にしておきたいなという気持ちで。とってもいいね。とってもいい。ありがとうございます。その靴がまた活かしてるよね。そうなんです。これバンズなんですけども、実はなんか最近ちょっと引っ越しまして、海の近くに引っ越したら、そのご近所の方たちがこれプレゼントしてくれまして、へですごい気に入ってるんで。それサーファー仲間ってこと？サーファー仲間ですね。あら私は超初心者レベルなんですけど。あらあら、ゴルフの次はサーフィンで。サーフィンで、はい、やっぱり他の次はあれだね、海だね。海かなと。そうなんです。なるほど、結構だね。でもすごくなんかいい感じで、気負いがなくて、髪の毛もこうきちっと結んでて、こう清潔感もあり、とてもいいスタイルで、ありがとうございます。こちらこそ恐縮です。ありがとうございます。次の市販台を紹介します。デザイナーの吉田真紀さんです。吉田真紀さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。吉田真紀さんは皆さん多分ご存知だと思いますけど、 MI レーベルっていうアクセサリーのブランドがあったんですけど、そこの、ね、デザインをされてて、その後 ST デュポンの、 あの日本人初の
デザイナー契約ということで、多分業界のおしゃれな人はね、ご存知の方多いんじゃないかと思いますけど、一昨年ですか、松のステッキは。はい、そうです。そうですね。はい、こちらですね、松のステッキ。はい、これがまたね、すごくかっこいいんですよね、このステッキが。これはどうして松のステッキが生まれたのかっていうのをちょっと、はい、ちょっと最初にお話しですか。はい、3年半前に、スキーでちょっと大怪我をしまして、杖を、ね、その持つその生活を強いられてたんですけども、はいはい、その時にこれだったらそのいいなっていうものがなくてですね、杉、はいはい、製作所に一点物で、まあ、自分で図面を描いて作ってもらったんですよ。はい、まあ、自分の気に入ったサイズで、なるほど、素材感で、はい、そうしましたらね、病院だったりとか、その駅だったり、まあ、ホテルだったりに、その杖を、ね、そのどこで買ったんだと、それこそ上等なそのいかにもそのビスポーク前としたね、はい、まあ、そういう方たちから声を随分かけられたものですから、ひょっとしたらこれはその需要があるんではないかと、はい、杉さんというのはパイプをそのメインとしてやってらっしゃるんですけどね、あのかつて私はその MI レベルやってた時も、その例えば葉巻のケースだったり、カフリンクスだったり、例えばステーショナルだったり、あのすごくね、難易度の高いものってのは実は全部杉さんで作っていたんです。パイプのこういう技術っていうのは、まあ、応用してるというか、そういうことです。あ、そういうわけですよね。そうです。その技術もさることながら、その感性なんですよ、ね、その細部にまで、その気を使えるか、そういうところが、まあ、僕の知る限りでは、まあ、本当唯一無二。なるほど。もう日本の本当にトップ集団。なるほど。が杉製作所です。なるほどね。はい。皆さんもしご覧になっている方、ちょっと足骨折ったんで松のステッキをお願いします。よろしくお願いいたします。今日のスタイリング、春のカジュアルスタイルということですけど、はい、どんな、マキさんどんなカジュアルスタイル。青柳さんとお会いするので硬すぎず、はい、ラフすぎず。なるほどなるほど、はい、いいとこですね。そんな感じでしょうか。はい、なるほど、はい、このジャケットはベストとアンサンブル、はい、これはヒピアパの加賀さんのところで、はい、作っていただいて。いや、いいですね。ドロップショルダーですね、はい、加賀さんお得意の、はい、ウィットも効いてて、はい、うん、これ色は、チャコールグレー。あ、チャコールグレー。あ、はい、ちょっとなんかあれですね、光沢があって綺麗な。そうなんですよね。なんかちょっとカシミヤが入ってるってなんかおっしゃってました。あ、なるほどね、はい、ベストもちょっとなんか面白いんですよね。そうなんですよね。全くもういつもね、もう本当にいろいろひねりがあってそうですよね、はい、いや、いいですね、はい、でシャツが、シャンブレー、はい、ガンダですね、はいはいはい、これどちら、忘れました、はい、スカーフがこれはね、もう30年以上前のラルフローレンです。ああ、なるほど、はい、あ、いいですね。でパンツは、パンツは、なんて言うんでしたっけ、あのフランスの軍物の、はいはいはい、なんとかいう M なんとかっていう、はい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 、はい、フランスの軍物のなんとか M、ですね、はい、分かりました。もうなんかこのパンツが好きで、なんかもう15年ぐらい前からもう相当ヘビーローテーションで、やっぱりかフランスらしくって、なんかちょっとやっぱりあれですよね、あの僕が履いてるファティーグのパンツと比べると全然こう洗練されてますね、はい、印象が、ね、そうですか、うん、と思います。靴は坪さんですね。そうです、見るからに、はい、ご名答ですもう本当にここ十数年もうほぼ坪内さんの靴しか履いてません。ああ、でマキさんなんかあれですよね、坪さんとよく飲み行かれたりなんかそうなんです、そうですよね、はい、林さんと一緒に。そうですね、はい、チームですね、はい、そうですね、その3人はもう、はい、新年会から始まって。なるほど、はい、なるほど、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次の市販台を紹介します。レオン編集長、石井さんです。レオンの石井です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。久しぶりやね。ご無沙汰ですね。うん、多分あれだよね、広島が。あ、そうですね。そう、広島のあの暑い夜以来。そうそう。で、今日は春のカジュアルスタイル。はい。レオン流はどんな感じになってるんでしょうね。はい、ちょっと、まあ、宣伝はね、この辺にしといて、はい、今、4月号です。よろしくお願いします。はい、ですね、一応まあ、ポイントとしては、割と一見オーソドックスなんですけれども、各所にちょっと自分のこだわりを秘めたというようなテーマにしています。うん、元ネタって言っちゃうとあれですけど、ジャケットスタイルで春先かっこいい、あ、ゲンズブールっていうのがやっぱり浮かんだので。ゲンズブールか、はい、なんでこうちょっとデニムシャツ、あ、なるほどね、ジャケット、うんうん、しかもこう
インディゴのデニムシャツにブラックデニムみたいな、うんうんうん、なんかこういう合わせが今僕的には新鮮だなと思ってます。なるほどなるほど、はい、なるほど。ジャケットはどっちなの？ジャケットはこれはブリオーニさんで、あ、それブリオーニ、はい、ー SS 春夏用のブリオーニの、あのボタンもこういうちょっとこう金縁に黒の、へー、はい、あ、そんなのあった？俺展示会行ったんだけど。これはオーダーをさせていただいて。あ、そうか、はい、そうか、なるほど。で、まあちょっとこうね、カルゼっぽい素材で、まあ、すごく軽くて着やすいんですけども、これを軸にちょっとデニムシャツと、うん、あと、まあ、まあブラックデニム、ちょっと最近レオンでもしてるんで、うん、なるほど、合わせました。であとはまあ、うん、足元まあ、あまりにこう普通の合わせになってしまいすぎないように、足元だけちょっと癖のある、まあ、Tストラップっていうんですかね。これはね、あのカルマンソロジーっていう、カルマンソロジーのね、日本のあのレザーシューズブランドさんなんですけども、かっこいいよそれ、はい、なかなか癖があって、で、まあ、春なんでちょっとね素足で見せるっていうところも、まあ、これだったら素足嫌じゃないな。そうですね、うん、なるほど。ジー、はい、パンはどっちだ？デニムはですね、カンタータ、これも日本のブランドなんですが、僕はあのカンタータの服もすごい好きでいっぱい持ってるんですけど。なるほど。ベルトは？ベルトは、イルミーチョですね。あ、イルミーチョ、ね、はい、この、はい、いわゆるレザーの編み編みの編み込みの、なるほど、はい、その青デニシャツは？デニムシャツは、グランシャツですね。グランシャツ、はい、スローウェアさんで扱いされてました。なるほど、スローウェアさんだね、はい、それで問題のそのすごい腕時計は、これはもうあのちょっと、まあこうね、黒金で、黒に金バックルで、うん、なので、まあ、ちょっと時計 も黒金で、ね、黒に金で、まあ、ちょっと SS 春夏なのでラバーの方がいいのかなということで、ウブロをちょっと今日は合わせてみました。それはあんまクラシックすぎない方がいいのかなということで。なるほど。指輪もじゃあみんなゴールドなのね。そうですね、はい、あの今日は、まあ、エルメス合わせが、これはこれエルメスじゃなかった、これはですね、フレット、あ、フレッ ットオステン、はい、なるほど、はい、でサングラスはウェイファーラー、サングラスが、レイバンなんですが、ちょっとティアドープにしようか迷ったんですけ ど、うん、はい、ちょっとまあ今日の格好が割とね開けてって感じだったんで、もうちょっとメテオールっていう、あのもうちょっとこうウェリントン的な、なるほどなるほど、それでかけた方がいい、はい、でレンズの色も、レンズの色もちょっと金っぽくね、ちょっとこう黄色、ゴールド、オレンジ寄りの、なんとなく色のトーンは揃えた方がいいかな。イメージはなんでゲンズブールミーツイタリアーノみたいな、なんかちょっとそんなイメージを勝手に、なるほどね、はい、いやすごいねすごい、俺はあざといですか、大丈夫ですか、いやいや俺全然考えつかないこういう着こなしいや、すごいかっこいいと思う。でもね、レオンはほらだって今やほらナンバーオブメンズファッションしたし、いやーね、ありがたいですね、大変ですけどねコロナで、はい、いやいや本当だよね。でもね、あのみんな応援してるんで、本当ですか、頑張ってもらいたいと思います。いやもうありがとうございます。毎月買ってる人もね、うちのお客さんで多いと思うんで、ね、そうですね、あの本当ファンの皆さんぜひレオンよろしくお願いします。今後とも、あと、ね、青柳さんもよろしくお願いします。ありがとうね、今後ともレオンよろしくはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いやいや全然、はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか、今月の春のカジュアルスタイル。なかなかね、ちょっと趣向を凝らした人選、面白かったでしょう。皆さんおなじみの人も出てきたかもしれないし、皆さんいいスタイリングでやっぱり良かったかなと思います。春ってこうね、短いんですけど、春物少し肌寒い中にちょっと薄着してみるみたいなのが春物の良さかなと思いますので、ぜひ皆さん味わって楽しいスタイリングをしてください。メンバーの皆様、その投稿をお待ちしております。それではまた来月。